神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00。5月1日に放送される第5週と第21回のあらすじを紹介する。爛漫の記事はこちら。爛漫第5週、狐のカミソリ、あらすじ。自分の行きたい道を進むと心に誓った万太郎、神木隆之介、とあや、佐久間由衣は、佐川に帰る前に早川逸馬、宮野守の演説会に参加する。思いがけず登壇することになった万太郎は、突如乱入した警官隊に逮捕されてしまう。高知の警察署で厳しい取り調べを受ける万太郎と逸馬。武雄、志尊淳、から天末、天末を聞いた滝、松坂慶子は自ら高知へ出向き万太郎を救出し、無事に佐川へと連れ戻す。峰屋に帰った万太郎は、植物学の道を進むため東京へ行かせてほしいと、滝にその熱い思いをぶつける。それから時は流れ、春、万太郎は峰屋の面々に見送られ東京へ。と旅立つのだった。第21回あらすじ。植物学の道に進むと決めた万太郎、神木隆之介は、綾、佐久間由衣にも、自由に生きてほしい、と伝える。綾も峰屋のために生きると宣言。二人は、今日選んだ道を悔やまずに歩むことを誓い、武雄、志尊淳もそれを見守るのだった。佐川に帰る前に、早川逸馬、宮野守の演説会に参加した三人。思いがけず登壇することになった万太郎だが、突如乱入してきた警官隊に捕らえられてしまう。